隣にシャクレたやついたから、あれしゃくれてたかもしんねえな。通路挟んでる向こう側のね、横の家族な、あね。なんかいたような気もする。結構そこにもう3時間ぐらいいたから、だいたいわかりますよ。行ってたそう、福井、福井の海ね。福井の海ってた、それ。日本海の。あ、そうそう。 なんかね、田舎だ。田舎、あのー、小木,家の小木家の、あのー、俺の大のその、大っていうか、いとこ会っていうのが、初めてあったの、その、うもうそれもう去年ぐらいから、なんか、いとこ会があるっつってさ、うんで、いとこ会って何だよと思ったんだけどさ、うん、それで福井でやるからっつって、え集合したの、俺のいとこが、えー、親父、親父側の、え家、ー、の、うん ええ。へーあ会ったことあるのいとこは、ちっちゃい頃、やっぱ福井に夏休みに行ってたからね、お盆の時とか、親父の田舎に。うん、おばあちゃんが生きてる時はね。うん、やっぱ、里帰りするじゃん、親父も。うんうん、その時よく行ってたの。小学生の時です。うん、そこで、会ってんだよ、何人かは。うん、で、で、久々の、そっからだから、2、30年ぶりに会うのかなええ。え<ー>同じ年ぐらいだいたい。 同じ、えー、っとね、60ぐらいから、うんえー、20ぐらいまで、お<ー>たくさんいて。で、<ー>いとこかい、まあ、結局いとこだけ、いとこと、その家族もいる、いて、うん、全部ローが集まったら670ぐらい。えぇ、ーえー、?670 だよ。えー、そんとな,んなすごい、お,おぎと小ぎが、すごい集まった。嘘 <laughs> 追、ね、い込みが低い。だいうちの親父の兄弟、うん、うちの親父の兄弟が12人だからね。うん、12人兄弟だから。ああ、すげえ。そう。だからもう、いとこだけでももう。12人のお嬢さん人兄って12人。12人いて、もううちの親父が下の方なのかな下。うん、なんか真ん中で下で。<れ>だったそうなっちゃうね。なるよ。で、 みんな結婚してるんでしょうけ結婚してみんなやっぱ子供が最低やっぱ三人はいるような。あるわなぁ。とこ,こだからああそ、そういうのがもう大々的にやるからつってもう、うん<あ>。行くことになってさ。へぇ<ー>でまあ、その、行く時に、海に、思い出る海に行ったの。その時の、いとこ会集まる、まあ夕方に集まんのかな。うん<あ>。その前にこう昼間にじゃあ その、よく昔行ってた海行こうと思ってさ。で、ちょっと家族で、うちの家族。うん、東京組の人間たちがその海、海岸行って。うん、思い出の。うん、で、行ったんだけど、まあそこは、親父がね、とりあえず親父が、俺が小学校、あ何年か忘れちゃったんだけど、親父が42歳の時にね、うん、えー、行ったのが最後で、そのビーチは。うん。 俺がさ、小学校低学年ぐらいなんだよね。うんうん、初めてそのなんか、アキレス腱が切れた瞬間を見た人生で。<laughs> 見た瞬間なの、それを、俺、子供。ビーチでそう、俺が人のアキレス腱が切れたのを初めて見たなんだよね。まあ、見たことないけど、俺はまだ、<laughs> 俺はまだ見たことないけど、ね。ないでしょ、アキレス腱って。<い>俺もまだ、あれが最初で最後だな、まだ、今のところ。そのビーチなんだ。そのビーチ、そのビーチ、親父が、 えー、波打ち際を歩いてるところを、俺ずっと見にしたら、うんうん、ストーンって落ちたの。片足で、なんつうのもう、力が入んないから、ー,ーンって。うん、あのー、波打ち際のちょっと膝下までビあの水,が入っ水が入って、ストーンってそこから落ちて。うん、で、まあ、その辺も、軽いなんか音も聞こえたぐらい俺は10メートル離れたのかな。うん、え、なんだろうと思った時に、それはアキレス腱切れてんだよって。いう <laughs> <laughs> 俺、全く知らないから、その、歳の時アキレス検定自体も知らないぐらいの歳だから、まあ、俺。で、それからの海の、それから行ってないんだよな。ああ<ー>。あの時だってマニュアルの車しかないのに、そっから手術して、病院で。うんうん、緊急手術だよね。左のアキレス腱入れたの右左だったと思うな、うん。そっからマニュアルで車で親父が帰って。<あれ> <laughs> <laughs> <気だ> <laughs> <laughs> マニュアルのこのクラッチングでて帰ってくるの <laughs> 帰ってきたっていうの思い出があって。怖えー。でもなんか俺が伏せてさ、今43でさ、行ったからなんか怖いなと思ったらなんか運命、汚れ運命的な感じだ。<ー>でも大丈夫。すごい気をつけた、アキデスケ気をつけたよ、そ怖いもん。<laughs> 波打ち際は歩かないようにしたよ、もちろん。縦に入るようにした、だから怖い。あ 怖い。だから本当に、ね、あ、これもしかするとそうかもしれないと思って。へえー。うん。で、池谷、ほら、ゆきよ。うん。さんもなんか、アケースケンって、誰でも切れる可能性があるみたいだ切れたね。うん。で、あの人も切れたけど、うん、結構頑張った方だってって、その、うん。あの人も44、号ぐらいだっけうん,う,んうん。いや、もうもっと前に切れてもいいぐらいなんだよ、アケスケンなんて。なんか、動いてる人とかは。あ、そうなのそう。だからもう、危ないらしいんだよ。えー、そういうのも聞いてたから、怖くてさ。へえー。 切れたらって結構な手術だからね、あれ。歩けないし。まあね。怖いよね、うん。そう。で、まあ、海行って、まあ、や、まあそういう一等公開があったんだけど、その前に、うん、金沢におったの。せっかく福井。お行って、<ー>福井ってさ、何もないのよ、行ったら。お<ー>あの、楽しむところが。まあね、あんまり、ソースカツ丼ぐらいだもんな。ソースカツ丼。お前、月宏さんにね、<laughs> おっう、った。んえ。ヨーロッパ圏ヨーロッパ圏だね。 そう。それと、カニなんだけど、カニは11月だから、まだなくて、うん、あまあ、美味しいものもないし、うん、まあ、金沢寄ろうと思って、うんえー、金沢で、ナホの友達が、なんだっけな、あれなの、えー、九谷焼の、うん、うん、作家さんで、えー、その工房行ってさ、えーえー もう、俺と、ーると、なほで、10個ぐらい作ったかな、お皿も。おぉ、うん、そのその指導で。えいいなぁ。それ1ヶ月後に焼いて。それいいね、い羨ましいね。そうなの、その工房、もう自由に使えて。焼きの。で、そうにやって、うん、で、金沢にすごいご飯屋さんの知ってる僕、この間、私全く知らないかったんだけど。いや、有名なところ結構あるよね、金沢って。 ある。ご飯ね、食べるの。お寿司とかね。お寿司をね、あった。和食もそうでしょ。和食の、あの、その時日曜だったんだけど、で、前日にそれ聞いたの、その噂を。すごい、あの、日本一美味しい朝食屋さんがあるんつってさ、聞いたことある日本一美味しい朝食屋さん。いや、わかんない。で、そこが、朝食が一日三組。 しか取らない。随分取らないね。全然取らないじゃん。全然取らないよ。それも、その朝食は、日曜日しかやんないの。平日やってないの。日曜日の週1日だけで、で、3組だから。まあ無理だと思ったんだけどさ、ちょうどなんか台風が来てて、キャンセルが出たんだねそね。大阪から来る人のが、大阪の方はなんか新幹線止まってたらしくて。で、たまたま空いてさ、行ってさ、 日本一美味しいって聞くと、すごいハードル上がるんですよ。上がる上がる。で、行ったら。朝食だからね。まあね。そうなのよ。んなね。旅館の朝食が一番好きなの。だってうまいじゃん、まず。一番うまい。結構うまいよ。いいとこの旅館の朝食って。で、行ったら、まあ、あの、川沿いのさ、ちょっとしたこの、